そうだ。ね、見て。あそこ。これ、やばくない？でかい。なんか、なんだろう。他のシリーズでの森ブリンみたいな感じのやつがね、寝てて、これ前に探索でね、見つけて、スタンプ押しといたんだけど、戦ってはね、いないです。で、今ちょうどこのね、どうだっけ？ネルドーラ雪原に向かおうと思って、こっから山登ってたんだけど、寄ってみた。寄ってみた。みんなに紹介するために。戦うか。せっかくだし。勝てっかな。普通に戦っていいのかな、こいつは。あ、写真。ちょっと待って、写真。寝てるところじゃ微妙かな。ヒノックス。あれ？こいつもヒノックス。あれ？なんか前、スタルヒノックスだっけ、あれは。こいつが、骨になると、あいつになるんだ。ちょっとさ、あ、待った。待って。不意打ち出るかな？出ない。ちょい待った。そいじゃ、服変えよう。ほい。来た。でも結構削れてる。うめえ、お尻だ。でも結構ハートは削れてない。大丈夫。張り付いて、足に張り付く。これあれだから、なんだっけ？ モンハンの何かのなんかだわ。右足だか左足に張り付いて攻撃をしましょう、みたいな。普通に蹴り、あ、目があるな、上に。でもさ、目ってさ、意外と狙いづらいんですよね。動いてるから。で、普通に削れてる。あ、ちょっと、あ、目隠しやがった。うお、危な。でも普通、地味にこっちの方が速そう。でもちょっと一回だけでも目当ててみたいけど。そうか。こいつが骨になったから、そりゃ目があるよな。ダメ！近い！お尻についてやる！この野郎、痛いだろう。食べよう。回るな。ブーエー！ほい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 。どうだ？やりー。ダララララ、おりゃりゃりゃ、食べ攻撃だぜ。おう。達人の、おう、でも食らえ。食らった、私が。あ、もったいない。やっぱりもったいなくて使えない病が。ドゥーン。あ、なんか、光線出てんな、こいつ。ほら。いけるぞ。いける。あ、やった、いけた。なんか弓が落ちてきた。なんで？ドゥーン。あら、かぼちゃが。お、ヒノックスの爪。いいじゃん。なんか、あ、これも薬になるのね。なんか武器が結構落ちてきた。牙も。虫の素材じゃない。薬の素材。旅人、一号。雪の降る寒い地域。あー、効果はないのね。ベリベリフルーツ。あ、ゲルド砂漠のサボテンだって。え、この、あ、ドリアンっぽい。あー、やっぱりドリアン。なんかすごい不思議なものが取れたね。やったぜ。じゃあ割とさ、骨も近づいて戦っちゃった方が勝てるのかも。もしかしたら。まあでもそろそろさ、門も近づいてきたんじゃないかなって。あそこか。あそこかもしれない。うん、ちょっとさ、多分あそこっぽい。あそこだよ、絶対。よし。向こう側に渡りたいな。渡れるか？ね、なんかのさ、遺跡跡って感じだよね、これも。壁に置いた。冬ちゃん、おらー。うわ、危なかった。 知らぬ間に前に飛び降りてたら最悪だった。なんかあそこ、
ういうち決め込む。うう、ジャンプ切りになってまったぜ。やばい、囲まれている。うえ、囲まれた、囲まれた。うわ、なんとか終わった。あー、つら。これはあれでしょう、コログでしょう。おいしょ、おいしょ。あー、君のためにすごい疲れたんだけど疲れた。なんだろうね、ここすごいなんか場所なんだけど、なんかのなんだろう、昔の何かなんだろうな。うわ、よし、全然効かない。うわ、よし。あー、もう疲れちゃった。向かうのに疲れちゃう。まあ、ちなみにね、このラネールなんですけど、まあ、前この世界を作った三大神がフロルディンネールだよって多分どっかで字幕で書いたかなと思うんですけど、わー、でかいのいるわ、最悪だ。んー、なのでなんかそこからね、もじってるのかなって思うんですよね。そのオルディン地方とかさ、なんだっけ、フィローネン、フィローネンはまだ出てきてないかな。オルディンがそのデスマウンテンっていうかね、あれが、ういういういう、なんだっけ、もう喋りながらできないんだって。ちょっと勘弁して。バー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 。大抵ね、ゴロン族が住んでるところなんですけど。うぅぅぅぅぅぅ、バカ、もうバカ。にゃん、バカ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 。ただその、にゃん、おし。なんか喋れない、喋れない、喋れない。よし、まだか。ほい、オッケー。あー、何話したか忘れちゃったよ、もう。そのだからフィローネとかオルディン地方とかラネールって、他のトアプリとかね、スカイボードソードとか、まあ、出てくるんですけれども、スカイボードソードに竜の精霊でフィローネとかオルディンとかって出てくるんですよ。だからこの前竜をね見た時に、多分精霊だと思うんだけどなとかって言ったのは、そのフィローネとかを見てたから、竜といえばまあ精霊かなっていうのね、思ったわけですよ。あ、光だ。ちょっと待って、喋らして。だからまあその精霊たちがありがたい、その三大神から名前を取って、でまたその精霊から地名をいただいたっていう感じの流れが一番、うん、しっくりくるのかなっていう感じはしますよね。じゃあこれが、ちょっと武器変えよう、かっこいい武器に。これでいきますか。盾はいい、かっこいいのないわ。じゃあ、思い出す、いきます。あまり景色は今日良くないですけどね。昼間に来ればよかったかな。はってなったね。うん。何？どう、リンク？あっ！あっ！ゴロン族いるじゃん。どうだった、ひなた。神の山での修行はよ。なんかしようとしてるんだ。目覚めなかったんだ、封印の力。すげえ鳥じゃん。ごめんなさい、おひい様。頑張ったんだろ、美人。それでダメなら仕方ないよ。それにこの山での修行が全てってわけじゃないさ。案外何かのきっかけで
封印の力は目覚めるかもしれない。 ありがとう、ウルボザ。姫様、うまく言えないんだけど、私考えてみたの。私が治癒の力を使うとき何を思ってるんだろうって。治癒の力、そしたらそれは、わ、これでこうなったときのあれか。間違いない。とうとう。やつら。メザ、メタ。大丈夫だ、姫さん。やつは俺たちだけで何とかしてみせる。よし、みんな、自分の神獣に乗り込んで厄災を打つ準備だ。俺たちはリンクがガノンと戦うときに一斉攻撃をかける。相棒、おめえはハイラル城へ。おお、しっかり援護してやるから、思いっきりガノンの野郎をぶちなめせ。さあ、おひい様、あんたは安全なところへ。いいえ、私も行かせてください。何もできないかもしれないけれど、せめて、せめてみんなと一緒に。へえ、なんか一本すごい映画を見た気分。これは全部思い出したいね。回りたいわ全部。マジか、全員の顔がちゃんと見れましたね今回で。いつも影とかね、そんな感じだったけど、いやマジでなんか美人だったし、なんかなんだろう、リト族とかそっちの何、めちゃめちゃ鳥だったよね。ゾーラ族をめちゃめちゃ魚っぽくて、なんだろうな、もっと風たくの、え、何あれ、何、誰、何こ、え、くんな、怖い、何あいつ怖い、なんかもっとね、風たくのリト族は人間っぽかったんですけど、何あいつ、マジ、何何、写真撮りたい、真は、ライネル、何こいつ、めっちゃなんか振らしてくるんですけど、あ、ダメだ、食べないと、やばい、料理がない、料理がまずいの食べてみる。うわ、かわいそう、リンク絶対お腹壊したよ。すごいこう意気込んで食べてる、かわいそう、でもかわいい、ちょっと。すまぬリンク、うら、食べまくってやるぜ。うわ、どうしたらいいんだ、うわ、死んだ、何これ、強すぎる。近づいた方が良かったのかな、料理がないとこがね、まずね、ダメだよね。なんか今さ、あそこがコログいたとこね、あそこがなんか鳴ってるから近くにあるんじゃないかなって思うわけよ。ほら、右側のセンサーがさ、だから鳴る方に行ってみーって、絶対ここならライネルに何回負けても近づけるからさ。向こうだ。
うん、上か下か。あ、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 なんか空洞ある、空洞。やば、ここじゃない？ここ絶対。でも鉱石、あれ鉱石場っぽいな。取るか。ダウナへの祠。やったぜ。やったー。後で回収しよう。起動だ、起動。よかった。あった。なかなか戻ってくるの大変なんだよ。よし。三つの箱。三つの箱。でっかいスイッチが目の前にあるけど。左上に宝箱がある。なんかあるな。宝箱。あ、宝箱が三つあるね。これをこの上に乗せればいいということか。多分、リンク一人だと、軽くてダメなので、宝箱はどんな見た目でも写真は宝箱っていう、何でもどれでも一個みたいな感じっぽいですね。したら、よし。で手前に持ってきて、よし。で、おわ、ゾーラの剣だ。細い刀身とゾーラ族特有の装飾が特徴的な剣。剣、あれは取れないか。あっち行かないと。よし。オッケー。よーし、よし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 。あれ何だ？でも宝箱先取る。琥珀。これは何だ？あ、どかすんだ。これに乗せる意味ってある？これで乗ればいいのか？ほい。で、こっち行けると。よーし、オッケーだね。多分3つでいいでしょう。宝箱。よし、オッケー。トゥ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 ン。変えちゃったからゼロになっちゃった。よし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 、戻ってきたぞ。もうタクス使って。やっていこう。っているよね。いるんだよ。いるんですけども、後ろから狙えないかな。もし狙えなかったら、あれですね。あ、気づかれたっぽい。気づかれたっぽいな。気づいてないか。不意打ち、不意打ち、こっち向くな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 、不意打ち、不意打ち、不意打ちできる、不意打ちできない、不意打ちできない。ほらー。はい。アイテムじゃない。よし。うちょっぱっぱっぱっこわ。うにゃっかっぱっぱー。一撃がでかすぎるよ。なぁ、妖精一応4人連れてきたんですけど。わ、なにそれ、はぁ、なんで余計なんでじゃん。いくらあっても足りねえな、こりゃ。もう無理だよ、走り回んないでくれ、頼む。もう無理。なに今の、ダウンした。うわ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 、きついきついきつい。はい、
無理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 、今食べても無理。下手くそすぎ。回復しろよって話。でもさ、喋れねえや。邪魔、木邪魔だよ、木が多い。木が邪魔なすぎだよ。カチコチ。あ、なんか弓に持ち替えそうだった。あ、危ない。うー、なになにそれ、なにそれ、なにそれ、なにそれ。もうねえが、うー、でもカチコチのやつ飲んだらだいぶ違う。うほほ、ほい、う、木が守ってくれた。はいはいはい、もうちょっと。うー、鍋の蓋はもうどうしようもねえな、マジで。うー、はいはいはい、あ、倒した。あー、もうダメかと思った。倒した。なんか絶対なんかすごい、あ、写真、あ、撮ったよね。微妙な写真だった。ライネルの剣だって。なんかライネルって聞いたことあるんだけど、聞いたことある、他のに出てたっけ、ライネルの角。あー、立て立て、ひずめ、もう疲れちゃった。弓、何、 10×3 点、同時に打ち出すことができる複数の矢を。写真全部撮んなきゃ。もうきつかったっす。乗れない、乗れた。おりゃおりゃおりゃ、斜める。やったぜやったぜ。あー、初めて乗れたぜ。写真撮れるかな。あ、降りちゃった。あー、行っちゃった。降りるとダメなんだ。写真撮りたかった。で、今この清めの池行ってみようか。右行ってみよう。うわ、またいるし、またいるし、もうもう戦い疲れちゃったよ、こっちはよ。うん、ちょっとね、夕飯決め込んできたわ。で、ちょうど今防御力アップ1分残ってるから、戦っちゃうかって言っても、なんだっけ、清めの池がこれだよね。なんかないか、別に特に。なんでそんな狭いところに君いるの。それ気づかれるか、しゃあないしゃあない。ほいほいほい、うぶぶぶ、もういい。うにゃんまにゃ、ちょっと雑になってる、雑に。ほいほいほい、おー、あー、もうカチコチがなくなっちゃった。結構踏んでる、ケツケツの、うう。遊んでる場合じゃなかった。かっけかっけの調べますよ。あれ、あー、終わった。オッケー、やったぜー。お宝が眠るんでしょ、池に。ないもんね。ないよ、これじゃないんだ。清めるだけか。これで清めて
山に入りましょうねっていう感じなのかな。お寺の手洗うとこみたいな。わあ、ポカポカのやつにしてこないと。うう、寒そう。あ、一応3分だけあるな。行くか。